はい、どうもなおじいです。今日はですね、やっとね、あの商品が今日届きました。今ちょうどね、届いたばっかで、受け取ってこの撮影を開始するまでにね、5分とかかっていないんですけども、早速ね、待ちに待ったあの商品が届きましたんで、今日はそれをね、開封して、紹介していきたいと思います。今日ね、紹介するのがね、こちらでございます。ドン。はい、おなじみね、このアンディの箱です。まあね、もうこれで何か大体ね、皆さんお分かりだと思いますが、早速ね、開けていきましょう。いやー、本当に待ちに待った。今日今撮影しているのが8月6日なんでね、もう木曜日ですよ。土曜日にね、買って木曜日、アンディさん、もうちょっとなんとかね、お願いしたいとこですけど、まあね、買わせていただいてるんで文句は言えないですけどね。はい、じゃあ開けていきますよ。いやー、待ちに待ったというかね、あの届くのが遅くなればなるほどね、いろんな情報が耳に入っちゃうんでね、なるべく情報入れたくないんでね、一日もね、早く届いてほしいし、今日もね、時間ちょっとね、今日撮れないかなと思ったんですけどね、撮影する時間も撮れたんでね、ずーっとね、このカメラセッティングしてね、来るの待ってました。今午後なんですけど、午前中からもうね、準備して待ったんで。開きましたよ。おー、商品出していきます。今日紹介する商品はね、こちらでございます。ドンと。まず箱がね、ちょっとスペシャルボックスですね。あ、そうだ、その前に、この前ね、ちょっと箱へこみ事件があったんでね、ちょっと箱だけ確認しておきたいんですけど、まあ今回はまあ比較的綺麗な箱ですかね。ちょっと歪み、たわみがありますけど、まあその辺はいいでしょう。こういうとこね、こういうとこちょっとこう破れかかってるんですけど、まあもうこういうのはね、気にしだしたらしょうがないんでね、この辺はいいとして、はい、見てください、このスペシャルボックス、いいですね。ね、通常はね、黒と赤のね、とか赤と黒のね、ボックスでしたけど、今回はね、スニーカーにちなんでこの色ということですね。はい、すごいいいカラーですね。じゃあね、早速ね、中を開けてね、見ていきましょう。はい、ということでね、早速ね、開けていきたいと思うんですが、じゃあいつもの通りね、いっぺんにこの箱を開けてね、中の紙をめくっていきたいと思うんで、はい、準備はいいですか？いきますよ。せーの、ドンと。おお、なんというこのかっこいい。まあ、とりあえず開けます。はい。はい、ドン。おー。いや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 、かっこいいじゃないですか。おー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 。はいはいはい。見てください、これほら。やべえ、かっこいい。いやいや、いいじゃないですか。ちょっとじゃあね、両方出しちゃいますね。ちょっとこのね、包み紙がね、今回のね、2001-2020 というね、まあ、復刻のあれにちなんでね、この包み紙もね、こうなってますね。はい。2001-2020 ね。はい。いや、いいじゃないですか。この細かいこだわりがね。じゃあ、これを一回ね、ちょっとしまっといて。はい。じゃあね、今回紹介するモデルなんですけども、ナイキのね、エアージョーダン1の、COJP 東京というモデルになりますね。いやー、かっこいいですね。ちょっとね、いろいろ言う前に、一周まあ見てもらいたいんですけども、横からぐるりとヒール側、いいですね、この上品なね、シルバーでね。はい、これがね、内側。はい、これがね、前から見た感じでございますよ。ちょっと忘れちゃいけないんでね、あの恒例のね、儀式をちょっとやらせていただきたいと思います。はい、今回はね、ちょっと匂いがいつもと違う気がしますよ。開けた時にね、いつものね、あの匂いがしませんでしたんで。はい、じゃあね、失礼して行かせていただきます。ですね、一応今回のこのジョーダンは、いつものあの接着剤の匂いと革の匂いがミックスされた、接着剤革ミックスの匂いですね。細かく言うと、最初に革の匂いが来て、その後接着剤の匂いが来るって感じかな。はい、非常にいいですね。僕的には結構好きな匂いですね。はい。はい。それはさておきね。じゃあスニーカーの方を見ていきたいんですけども。まあ細かい説明はね、まあ他の方ももうレビューしてますし、皆さんご存知だと思うんでね。僕はあんまり細かいことは説明しませんけども。まあ一応このスニーカーはね、2001年にね、日本企画としてね、発売されたスニーカーが、今回ね、東京オリンピックがあるということで、まあ2020年にね、ある予定だったということにちなんでね、
復刻されたモデルで、まあもうねご存知の通り、あのジェラルミンに入ったやつが、まあ、日本限定で発売されたわけですけども、今回僕が手に入れられたのは、まあ、そのジェラルミンに入っていないね、まあ、通常バージョンっていうんですかね、になりますね。まあ本当はねジェラルミンに入ったやつが一番良かったんですけども、まあ中身が一緒なんでね、中身さえゲットできればいいかなというところでね、一応落ち着いておりますけども、まあスニーカー自体はね、もうパッと見僕の第一印象ね、通常のね OG 仕様と違うところは結構あるんですけども、カラーリングがすごくシンプルでね、もうとにかくね履きやすそうな、合わせやすそうな色ですね。はい、まあ悪く言ってしまえば地味って言い方にもなってしまうかもしれないですけども、まあ色的にはすごくいいんじゃないですかね。落ち着いたカラーでね、洋服的には合わせるにはすごく合わせやすいカラーかなと思いますね。 OG と違うところといったら、まずね一番目につくのはここですよね。はい、このウィングロゴね、これがまあ通常はね片押しなんですけども、今回のはねこういったこうなんて言うんだろう、プラパーツ的な、ね、やつがこう縫い込まれてると。で、まあね、2001年モデルもね、最近結構クローズアップされてますけど、これがね、年数とともに劣化してね、基板できちゃうっていうね、デメリットがあるんですけども、まあこれはしょうがないかなと。で、一応この、こういうことにすることによってね、これをウィングロゴ自体はね、片押しとは違ってね、すごく見やすい形になってますね。まあ僕は正直ね、あんまりこの片押しじゃないこういうタイプはね、あんまり好きではないんですけども、まあ今回のモデルに関してはね、まあ全体的な見た目としてはマッチしてるんでね、まあいいかなといったところですかね。で、あとね、大きく違うのは、ここのね、シュータンですね。通常はね、ここがメッシュ素材みたいなやつを使ってね、で、ここにナイキエアのタグがね、縫い付けられてるんですけども、今回ね、このシュータン自体がもうレザーでできてて、このね、ナイキエアが刺繍で縫い込まれてると。はい、こんな形ですね。で、あと内側ですね。2001-2020 ね、先ほどお見せしたね紙と同じ、まあこちらが元でね、それが紙にもデザインされてるといった方が正解ですよね。あと違うのがシューレースがね、今回通常のジョーダンとはちょっと違うね、オーバルタイプっていうんですかね、SB なんかによく使われてるシューレースが使われてますね。で、シューレースはね一色のみですね。普通のジョーダンとはね、またこのシューレース通した時の印象が違いますよね。インソールは今外したんですけどね、こんな形ですね。ジャンプマンに、CO.JP と日本企画ですよという証ですね。で、まあ、あとはね、素材的にはいつものジョーダンと一緒ですね。シューレースをね、ちょっとざっと通したんで、ちょっとねじれちゃったりしてたらごめんなさい。ちょっと時間ないんでパッパッと通しましたけど、一応シューレースを通すとね、こんなイメージですね。はい。でね、シュータンのこのレザーがね、すごく柔らかい素材なんで、通した感じね、まあいつものね、OG モデルに比べれば硬いとは思うんですけど、まあそんなに履き心地的には悪くないかなっていう気はしますね。で、あとね、全体的な作りはもうジョーダン1といつものと一緒ですかね。アウトソールもね、同じような作りですね。このシルバーがね、このウィングロゴのこの周りとね、このヒールのとこのね、とことをちょっと違うんですね。で、このスーシュと、このウィングロゴのところは同じシルバーのレザーで、ここだけちょっとね、色がね、スーシュとかに比べると若干薄い。こう見た感じわかると思うんですけど、これはちょっとテカテカしてるんですけどね。これちょっとツヤ消しみたいな色ですね。で、このつま先のとこのこのレザーとこのヒールのとこは同じ、そのちょっとツヤ消しっぽいレザーがね、シルバーのレザーを使ってますね。なのでね、まあ、すごくね、こう全体的に落ち着いててね、こうミッドソール白でね、で、アウトソールもね、もう全体的にすごくシンプルですね、っていうとこですかね。いや、だけどね、まあ、全体的にまとまりがあってね、僕的にはすごくいいカラーリングだと思いますね。ここはまたいろいろ賛否があるとは思うんですけども、前回ね、2001年に出た時はここはジャンプマンだったんですよね。で、まあ、忠実に復刻するんだったらね、ここはジャンプマンの方が良かったと思うんですけども、個人的な意見で言わせてもらえばね、ナイキエアの方がいいですね。まあ、これは今回ね、象徴的なデザインになるんで、これに関してはね、いろいろ言いませんけども、またね、いつものように OG がっていうとね、それはあんまり良くないんで、全体的にはすごくまとまってるんでね、僕的にはすごくいいなと思いますね。あと黒タグですね。エアジョーダン1、はい、OGCO.JP でございます。はい、ということでね、本日はこちらのね、ナイキのね、エアジョーダン1レトロ、はい、OG のCO.JP 東京というモデルをね、紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。いやー、僕的にはね、このスニーカーはもちろんかっこいいですし、
買えてよかったんですけども、7月ね、ナイキのスニーカー1足も買えなかったんでね、なんか久々にねちょっとナイキのスニーカーをね買って開けたなという感じですし、ね、1ヶ月全然ナイキのスニーカー買えてませんでしたからね、久々ということでね、まあそれも相まってね、すごくあのでね、カラーリングもすごく綺麗ですしね、はい、僕あの実はね2001年、あのこれがねオリジナルが出た時23歳ぐらいだったのかな、うん、なんですけど、ちょうどね、スニーカーから離れてた頃で、実際ねあの当時僕そのこれがねオリジナルが発売された当時は全然スニーカーから離れちゃってたんで、あのよく知らないんですよね当時のことは、はい、なのでちょっと当時のことをお話できないんですけども、いろいろね話は出てますんでね、興味のある方はね調べてみるのもいいかと思います。本当はね当時僕もね、まだスニーカー離れていない時期だったらね、その当時のことなんかもちょっとお話できたと思うんですけど、すいません、その当時はねジョーダンをね完全にもう離れてた時になるんでね、すいません何の思い出もないんですけども、まあこの日本企画 CO.JP のねジョーダン今回復刻されたということで、通常版にはなってしまいましたけども、まあ購入できてねよかったです。ということでね、本日はね、久しぶりのスニーカーレビューということで、動画の方をお送りさせていただきました。この動画見ていただいてねよかったなと思ったらグッドボタン、あとはね、コメントだったりチャンネル登録がまだな方はね、ぜひともこの機会にチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということでね、本日の動画はね、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。